こんにちは、池田しおりです。みさきです。今日は今シーズン流行るチークの入れ方をやってみました。ポイントはハイライトをチークの周りに重ねることです。そうすることによってツヤもメリハリもアップしてくれるので、透明感が欲しい方ぜひ参考にしてみてください。それでは動画スタート。チークをつけていきます。ブラシにチークを取り、一度手でなじませてからつけていきます。ニコッと笑った時のこの高くなった部分に色をのせていきます。笑っているような形でチークを入れると親しみが湧くと言われているので、ニコッと笑った時に高くなる位置にチークを入れていきます。その時に外側から内側に色を入れるんですけど、黒目のだいたい下ぐらいまで、内側まで入れていきます。あまり入れすぎないのがポイントです。横気味に入れていきます。ハイライトを使っていきます。ハイライトカラーを指に取り、手になじませて頬に塗っていきます。ピンクのチークを入れたところにハイライトカラーを重ねます。透明感を出す感じで周りをしっかりハイライトでぼかしていきます。今シーズンのチークはなじませるのがポイントです。春メイクの参考にぜひしてみてください。